はい、皆さんこんばんは。今日はですね、夫婦でとある対決をしたいと思います。それはですね、僕ら夫婦は浦部家では毎日食後にキウイを食べるんですけど、これの皮皮むき早むき対決を夫婦でしたいと思います。それでは行ってみましょう。いつもはヒロ君がよく剥いてくれてるじゃん。そうです。だからさ、よくね、得意だよね、ヒロ君。得意です。自信あるでしょ。自信ありますね。私も自信あります。対決しましょう。そうです。じゃあヒロ君からね。いいよ。今日は8個あるんで、うん、4個ずつ44、どっちが早く全部のキウイを早く皮むけるか戦いたいと思います。4つずつ凝化するとかないといけない、ね、これは皮入れ、はい、皮むいて切るところまで、切る皮むいていつも食べてる輪切りで、そうだね、食べるから輪切りに切るところまで。そうしましょう。カット数もあのタイムにかかってきちゃうから、うん、4つ、4カットでいいかな。4カットね。4カット、うん、つまり、まあ、いつも食べやすいサイズに切るぐらいの合わせてね。そうだね。あ、でもあんまりぶっとくなっちゃダメだよ。まあ、それずじゃあヒロ君かな。うん、では、いきたいと思います。よーい、あ、待って、間違えた。間違えてるよ、先も教えるじゃん。間違えた。だよね、音鳴ってんじゃん。間違えた、いくよ。よーい、スタート。まあ、いつもやってるから、ヒロ君は得意ですね。上手、本当に。上手。2個目に入りました。1分経過です。早いな、うまく早い。お、2個終了。よし、3個目突入。2個目早かったね。素晴らしい手さばき。2分経過です。あと1個。あと1個。さらに置いたら止めます。よし。
はい。はい。何分ですか？クラブひろたかさんの記録。2分48秒64です。2個目から早かった。1個目が遅かった。まあでも、まあこんな感じです。2分48秒6秒。ででで素晴らしい。綺麗。全部バランスよく切れていますね。どうだった？いつも通り切れた？いや、いつもよりちょっと遅い気がする。嘘。いや、いつもこんなもんか。うん、あ、いつももっと丁寧にやってるから。めっちゃ早かった。タイム的には、まあ早いかな。すっごい早かった。全然、いつもより。うん。よし、じゃあ、交代。よし。はい、それでは。はい。次は、妻がチャレンジします。はい。僕のタイムはですね。2分48秒64。それを超えられるかどうか。じゃあ、行くよ。よーい。スタート。普段は、妻がずっと料理してくれてるんで、給料は広くんじゃん。まあそうだけどね。でも包丁を入れ触ることはほとんどないからね、このキウイ以外は。キウイ以外は。気をつけて。はい、まあ、確かに安全が一番。そうですね。慌てちゃダメ。ほんと使ってくれ。タイムは悪くないですね。どう？早い。うん、早いと思う。私軽症炎だからね。そうだね、いつも子供抱っこしてるから。結構早くない？今日。はいはいはい。今まで一番早いかも。人生で。今の時点で俺とあまり変わんないかな。嘘でしょ。本当。変わんない？広くで。広くで変わんないか。ラストだよ、これ。ラスト行こう。行け。それ限定ポイントです。いえ、今、あ、そうだね。後でね、ちゃんとチェックして。そうだね。チェックしましょう。できた！押せ！早く！あ！終了です。はい。いい感じでした。はい。ちょっとスピード遅かったから、じゃあマイナス2秒。うん、そうだね。マイナス2秒にします。いいよ。じゃじゃーん。2分。なんだっけ。結果発表したいと思います。ひろくんの記録2分48秒64。はい。私の記録2分
マイナス 2? マイナス2するか、喜ばせ方が、うん、マイナス2秒して2分52秒26え、あ、ちょ、マイナス2秒して2分50秒26うん、勝ちやん。だから2秒差でヒロ君の勝ちです。勝ちました。4秒ぐらい遅かったんじゃん、これ。マジで多分遅かったんじゃん、これ。めっちゃ、え、ほぼ一緒だね。じゃあ2秒差 ?2 秒差。2秒差。いや、1.5 秒差。1.5 秒差。だって、小数点が64なんでしょ。そうだね。26。ああ、そうだね。ちょっとチェックした、ステーチョック。たまにね、たまに向き残しあるからさ。あ、ありました、限定。限定どうする？限定何にする？限定1秒ね。うん。ででー。見えるかな。あ、見える。これドドバタか。こぼれた。ごめん。すごいすごい。さっき。こぼれた。てん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 。ヒロ君が限定値ですね。ヒロ君が来たやつ、はい。はい、限定値。はい、これ。抜き残しです。限定値。あ、あ、はい、どれ。てん。ヒロ君来たやつ。てこれ2秒限定ね。はい、2秒限定ですね。はい、限定です。嘘でしょ。はい、やってんだ。え、緊張する。はい、違う。違う。あったかない。違う。なんで1秒で1個でしょ、2個もないかな。くそ。はい、マイクだけかな。ってことはよ。はい、つまり、え、今じゃあ計算します。はい、ヒロ君は2分48秒64から2秒引いて、はい、2秒足すんでしょ。あと2秒足して、はい、2分50秒64、うん、2分50秒64。私は2分52、あ、2分、違う、2分50秒26から1秒足すから2分51秒26。つまりヒロ君の勝ちです。はい、結局まあヒロ君そうやってるし。そうですね。はい、どうでしたか。今回は、僕が勝ちました。まあ、俺からスタートってこともあって、手がまだアップできてない状態でした。何それ。なんで高校やったらアップできてんの。高校の方が先に見えてるんだよ、もしかしたら。いやいや、ほら、さっきは私先にすっごい熟してないアボカドを先に剥いてるから。あ、そうだね。あれ手使えてるから。あれのアボカドがなかったらもっと、あ、もっといい状態の時に。もう2分、そうやね。またやろう、別ので。またやりますか。いいよ。まだ面白いかな、こんなところ。こんなかお互いのコンディションがいいときにまた。そうね、需要があれば。顔向き対決第2弾とか誰が見るんやろな。いや、楽しかったね。楽しかったですね。ただね、いつもこうやって食べてるもんね。いつもヒロ君が切ってくれて食べるもんね。はい、皆さん、今日は本当に今日はね今日は本当に見てくれてありがとうございます。ありがとうございました。皆さん、またチャンネル登録ととか言われて誰も押さへん。誰も、もしよかったらなんですけど、ほんまにこんなんでよければみたいな。いてチャンネル登録と高評価ボタンを押してあげてください。ありがとうございます。そして妻の、はい、YouTube チャンネルもあります。高橋優で検索してください。はい、皆さん、今日はありがとうございました。また。一番悔しいですね、僕は。